全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、社会保険労務士の長塚です。あなたは血液型性格判断を知っていますか？日本で生活していたら知らない人の方が少ないでしょう。 A 型は真面目、 B 型は自分勝手、 O 型はおおらか、 AB 型は個性的。大雑把に分けるとこんな感じですよね。ちなみに長塚は B 型で、血液型性格判断を知りつきっている人からは差別的な扱いを受けたことがあります。ちなみに血液型の性格判断で差別することはブラッドハラスメントというらしいですよ。ちなみに長塚は大学生時代、心理学の授業を受けたことがあります。その心理学の授業で血液型性格判断の授業がありました。その時受講している生徒全員に血液型ごとに性格が書かれたプリントが配られました。 A 型の性格はこんなところでこんなところがある、 B 型の性格は〇〇で人に対してバツバツなところがある、 O 型の性格は基本的になんとかなんとかだが仕事や課題に対してはこうである、 AB 型の性格は普段はこんな感じだけどいざというときはなんとかなんとかでみたいな、こんな感じで各血液型の性格が書かれていました。生徒全員にプリントが配られた後、先生は受講している全生徒に質問をしました。自分はプリントに書かれている性格通りだと思う人は手を挙げてください。その質問の後、手を挙げた生徒はほとんどいませんでした。続けて先生は質問しました。では自分はプリントに書かれている性格に当てはまらないと思う人は手を挙げてください。その質問の後も手を挙げた生徒はほとんどいませんでした。最後に先生はこう質問しました。では自分はだいたいプリントに書かれている性格通りだと思う人は手を挙げてください。そしたら教室内にいた生徒のほとんどが手を挙げたんです。その時血液型性格判断ってだいたい当たってるんだなぁと自分は感心してしまいました。そしたら先生は言いました。実はこのプリントに書かれている性格は世間で言われている性格を一つずつずらして書いています。それを聞いた瞬間、先生が何を言っていたのか理解できませんでしたが、話が分かった瞬間、僕は衝撃を受けました。つまりプリントには A 型の項目には AB 型の性格が書かれており、 B 型の項目には A 型の性格が書かれており、 O 型の項目には B 型の性格が書かれており、 AB 型の項目には O 型の性格が書かれていたんです。教室内にいた生徒はプリントに書かれた性格を大体当たっていると思い込んでいたわけです。心理学の先生曰く、これをバーナム効果というらしいです。誰にでも当てはまりそうな性格などの特徴を言われた人が自分にズバリ当てはまっていると勘違いしてしまう現象だそうなんですね。先生は続けて言いました。血液型性格判断には科学的な根拠やデータはありません。日本人は血液型性格判断で強い思い込みをしています。その話を聞いて、確かに血液型だけで性格は分かるのって根拠のない話だと思いました。僕は心理学の授業を受けたから血液型と性格の因果関係ないことが分かりましたが、世間で血液型性格判断の考えがなくなったわけではありません。今でも多くの方が血液型性格判断を信じて、人の性格は血液型で判断できると思い込んでいます。このように多くの人が思い込んでしまっていることは他にもたくさんあります。それは障害年金にも同じことが言えます。障害年金は目が見えないとか足とか腕がないとかでないともらえない、そんな風に思い込んでいる人がいます。ですがうつ病の方でも受給することができます。障害年金の対象は身体の障害だけではありません。もしあなたがうつ病で働けない状況で経済的な不安を抱えていましたら、障害年金の受給を検討してみませんか。僕たち全国障害年金パートナーズは、
うつ病の障害年金専門の社労士事務所です。障害年金を受給できるかの無料の電話相談も行っています。あなたからのご連絡をお待ちしています。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、動画のリンク先から判定を申し込みください。